山田忍武10月23日から1996年5月18日は日本の農学者、地方公務員、農学博士、理学博士、専州大学北海道短期大学の学長を務め、専州大学北海道短期大学の基盤創出に尽力した。1927年、北海道帝国大学農学部を卒業し、北海道庁に入庁。 北海道農事試験場根室市場長を経て、道中市別拓殖実習工場長となる。1949年北海道庁を退官する。同年、北海道大学より、論文、火山性地土性調査法と北海道における火山制度上で農学博士号を授与され、帯広畜産大学畜産学部教授に就任。1968年に、 帯広畜産大学を定年退官し、同大学の名誉教授となる。退官後は、先週大学北海道短期大学農業機械科の教授に転じる。先週大学北海道短期大学学科長を経て、1977年、先週大学北海道短期大学学長に就任した。1986年、先週大学北海道短期大学を退職。 1996年、急性肺炎の試し去。AB、現代仏庫者、時点1994から1996、P592 博士論文書誌データベース。ありがとうございます。